ロレンツォ・オバンラロレンツォ・バンラは15世紀イタリアの人文主義者であるコンスタンティヌスの寄信状を義書と指摘したバラとも表記されるが正しいイタリア語はバイッタローマ出身古典を研究し各地を遍歴した後ナポリオ・アルフォンソ一世の下に身を寄せる強皇領がローマ皇帝から寄信されたことの根拠とされてきたコンスタンティヌスの寄信状が義書であることを 文献学的に証明する。また、教皇史上説を批判したため、時の教皇エウゲニュース4世を怒らせ、異端新聞書に告発された。しかし次の教皇ニコラウス5世は、寛容なところを見せ、バラをローマ教皇庁に招いて、古典研究に従事させた。後三序インテラけラの大聖堂の聖職者となる。当時唯一の聖典として、 権威を持っていたブルガータ聖書の誤りを指摘した。これは文献学が聖書の権威に対しても力を発揮し得たこととしても重要であり、後にエラスムスにも影響を与えることになった。エピクロスを再評価し、人間の快楽追求を肯定する論文、快楽論を書いている。ありがとうございます。